里崎チャンネルジョッ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ビックリマン終身、はい、名 RPR 大使、うん、里崎からのお知らせです。はい、今回ですね、後、楽園さんとロッテが初コラボが実現です。へえ。それがね、はい、昨年12月にね、はい、後楽園さんの公式ツイッターアカウントにて、チョコレートラーメンの協力企業を募ったところ、はい、ビックリマン公式ツイッターアカウントが、はい、昨年よりもさらに美味しいびっくりするチョコレートラーメンを作りましょうとリプライして、はい、ロッテの愛の告白がきっかけとなり、はい、このコラボレーションが実現したんですよ。ということは、じゃあ後楽園さんはそのコラボする前からチョコレートラーメン自体はそう3年ぐらいあったらしいんですよ。作ってたんですね、はあ、でも単独でやってた、はい、それを協力してやってくれませんかっていうところで、はい、ビックリマンが世の中をびっくりさせようぜっていうところで愛の告白をして今回そのきっかけとなりコラボレーション、はい、2021年のバレンタインは本命チョコも義理チョコも関係なく皆様お誘いの上この時期にしか味わえないチョコレートラーメンとビックリマンの禁断のコラボレーションをお楽しみくださいっていう。へー。しかもよ、はいはい、2つある。え、チョコレートラーメンが2つあるってことですか。そうそう、チョコレートラーメン、うん、ホワイトチョコレートラーメン。なるほど。だってチョコレートはさ、はい、普通のチョコレートとホワイトもあるじゃん、はい、ありますあります。この2種類ある、チョコレートラーメンは定番の醤油ラーメンをベースにカカオオイルを加え、はい、最後にチョコレートと生姜をトッピング、はい、チョコレートと生姜よ、イメージできる。できない。それでチョコレートの具材とか、普通のもの乗ってるってことですかね。そうそうそう。しかもね、それをトッピングしたことによってコクとアクセントが出ましたと。はい、で天使ラーメン、うん、さっきのチョコレートラーメンは悪魔ラーメンなんです。あ、悪魔と天使なんですね。そうで、天使ラーメンがホワイトチョコレートラーメン、うん、はい、塩ラーメンをベースにカカオオイルとクリームを加え、クリーミーでコク深い味わいに仕上げましたと、はい、ホワイトチョコレートをトッピングしており、ほんのりとチョコの甘さが溶け出したスープが特徴ですって。え、ちょっと全く想像ができないんですけど、はい、塩ラーメンベースにしてるんですね。そう。え、だからただチョコレートじゃないんですね。そう。え、チョコレート食べたことある？食べたことある？ないです、ないです、ないです。俺もないよ。はい。え、でも塩ラーメンをベースにしてるってことは、うん、そこまでだから甘ってならないってことですかね。それは、ここがあるから。いや、そうですよね。後楽園さんいい具合にやってんのよ。後、はい、楽園さんとビックリマンコラボして、うん、びっくりさせようっていうのが商品化できてるわけでしょ。うん、それは最高に美味しいと思う。そうですよね。で、しかもですよ、はい、その注文した人には、うん、このビックリマンシールがついてます。へー、こちらですね、はい、うん、このだから悪魔ラーメン食べた人はこのスーパーデビル、はい、で天使ラーメン食べた人はこのヘッドロココのビックリマンシールが、かわいい、ちょっと大きいんですよ、はい、だ通常のねビックリマンシールはこれぐらいです。だから、うん、まあこんな感じ大きさは。あ、結構ね、あの違いますね、はい、でしかもこれ裏にそうなんです、噂書いて、噂、ロッテから告白してビックリマンと後楽園の禁断の恋が実ったとかって書いてます。へえ、噂だから。可愛い。そうですね、うん、この天使ラーメンと悪魔ラーメンを2つ同時に食べられたお客様には1店舗限定10名様にピンクゼウス当たります。もらえます。これめちゃくちゃ可愛いですね。でも1店舗限定10名です、はい、しかも、はい、天使ラーメンと悪魔ラーメンを2個同時に注文された方のみです。え、これ1人で2個食べるってことですか。1人で2個食べるお客さんもいるし、じゃあ僕と袴田さんが行って、はい、1人ずつ食べてもいいと、はい、では1組にこう2個同時に注文しないといけない、はい、みたいな。なるほど。注文したらこうもらえる、はい、お一人様の場合は、はい、1人で2食2個食べないといけない、はい、だから結構ハードル高い。え、いつからスタートするんですか。28日です。あ、だからもう競争です、はい、競争ですね、はい、いや、もう欲しい人は並ばないといけないんじゃないですか。この動画を見た人は遅いかも分かんないけどね。そう、え、この動画いつ出るんですか。できる限り早く出す、はい、けど、はい、もう見た瞬間、はい、家出るぐらいの気持ちじゃないと、はい、このピンクゼウスはもらえない。そうですね、1店舗10名よ、うん、いや、だからもうじゃこれ見ていったら遅いですよ絶対。かもしんないし、はい、まだ間に合うかもわかんないけど、とりあえずだ、行った方がいいですね、うん、見た瞬間、はい、もう家出てないと、はい、あ、分かった。だからここまでで一旦動画止めといていただいて、はい、え、皆さん後楽園に行って、はい、私たちと一緒に食べるってどうですか。あ、いいっすね、はい、そしたら感想言い合いますよ。お、あ、いいっすね、はい、ね、見ながら、
だ見ながら食べた人にはね、はい、得点はないですけど確かにでもあのいや私たちこうざっくりの情報しかないじゃないですか。そのなんかもう使用ちょっとざっくりでした、はい、結構ちゃんと説明したつもりでしたけどざっくり。いやでも私的にはなんかもうちょっと知りたいなという感じですよ。知りたい、はい、だから去年とどう違うのかとか、うん、どのぐらい美味しいのかとかやっぱちょっと食べる前に知りたいなっていう。知りたいですか、はい、そうだろうなと思ったんですよ、はい、やっぱり僕だけじゃね、はい、呼んでるんですよ。おお、はい、専門家登場しました。よろしくお願いします、はい、ちょ自己紹介してもらっていいですか。はい、私後楽園のオフィシャルプレス利根あゆです。よろしくお願いします。オフィシャルプレスですよ、はい、じゃあもう後楽園のことなら何でも知ってるっていう。もう365日後楽園のラーメンばっか食べてます。本当ですか、はい、なんか情報によると3年前からあるらしいじゃないですか、チョコレートラーメンは。そうなんです、もう私3年目なんで、うん、もうチョコレートラーメンのベテランです。何でも聞いてください。え、じゃあ進化してるんですか。今年しました。あ、今年したんですか。はい、しました。え、今年じゃあ一番の特徴なんですか。今年の特徴は追いチョコができるんですよ。追いチョコ、はい、チョコレートラーメンって聞いたら甘いんだろうなっていう気がするんですよ、うん、なのにさらに追いチョコしたくなるんですか。はい、もう本当に、うん、そう、もうナイスコメントです今の、うん、もう甘いんだろうなじゃないですか、はい、もう食べてもうその世界観をぶち壊してください。え、ぶち壊れるんですか。はい、相当美味しいです本当に。相当、はい、もうみんなが思うより、はい、どね、やっぱりその申し訳ないですけど、はい、ファーストインプレッションがんみたいな。いや、あの私が今イメージしてるのを、はい、麺にこうやったらあの濃厚なチョコがドロ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 ってこうくっついてる。あれ、なんかお菓子であるやつ。よくそういうチョコレートつけて食べるやつ。そういう感じのイメージですよはい、あ、その通りですその通りですじゃあめちゃくちゃ甘いんじゃないですか。食べ進めていくうちに最初と最後じゃ全然あの味も変わらないし、チョコレートラーメンとホワイトチョコラーメンは全く味もタイプも違うので、はい、全く、はい、ちょっとこれ食べてみないと分かんないですね。食べて、じゃあちょっと最初食べて途中から追いチョコがいいんですよね、はい、そうです。追いチョコはちなみにいくらするんですか100円で。あ、100円。じゃあそんな高くないですね、はい、お手軽ですね、はあ、うん、普通に、はい、おいチョコでみたいな。はい、佐藤さんおいチョコしそうですね。おいチョコそもそもチョコラーメン食べたことないからねおいチョコしたくなるのかな。ちょっとまあ、うん、いただいてそうですね、はい、食べてみましょう、はい、どんなもんかね。はい、はいはい、ということで、はい、来ました、はい、チョコレートラーメン。チョコレートどうですか、香りは。うわー、するっちゃするねチョコレートの香りでももっときついきついっていうか強いかと思ったら、そんな別にチョコレートっていうイメージよりは薄いね、うんうんうん、こちら本来の後楽園の有名な中華そばがベースになっていて、はい、醤油味になってます、うん、はい、私こう香りの中にやっぱ麺とか、うん、こう焼き豚の、ね、普通に普通香りがしかも生姜、はい、そう、これ珍しいのが生姜がトッピングされていて、最初は生姜を崩さないで食べていただきたいです、はい、まずスープ、はい、スープうん、うん、普通のラーメンえそんなチョコレート、あ、うん、後味くるね。そう、カカオオイルが、うん、くる、はい、いやでも私もっとこうドロドロってしてるのかと思ったら、うん、サラサラしてるんですよ、こうスープが。そうね、あのチョコレートのところをね、あ、普通のラーメンだ、うん、でこのチョコレートがね、板チョコが溶けてきてる、溶けてきてるから、うんうん、このところをあの麺と一緒に、あ、麺と一緒に、はい、あ、こういう絡めて、はい、絡めてこういう感じで、うん、このチョコレートが、うん、これはもうガチのチョコレートラーメン食べてみよう。禁断の味ですね、うん、これは禁断の味だね、はい、うんうんうん。でもそしたらあの徐々に生姜とか混ぜて、はい、アレンジしていただいて、うん、いや、なんか普通に美味しいな。美味しいんですよね、うん、なんか、うん、あの甘くて食べられるかなって最初思ったんですけど、あの板チョコくっつけなければそんな甘くないんですよね、うん、生姜が最高
いい仕事してます。めっちゃしてる。生姜チョコ美味しい。美味しいですよね、うんうん、え、合う、めっちゃ合う。生姜めっちゃ合うよ、うん、で、こうなってくると、うん、ちょっと多いチョコ。あー、なるほど、ね、そうだね。ちょっと食べてくると、うんうん、もうちょっとチョコ欲しいな。あのチョコくっつけないと本当に普通のラーメンに近いんですよ、うん、でもチョコつけると甘くなるから、これをなんか交互に食べたくなる、はい、うん、お待たせしました、はい、これがおいチョコ。自分の好きなタイミングで入れられるし、こう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 いう風に。すごい光景がすごい。全然に入れますね。やっぱこうだっておいチョコだからね。うん、おお超絡まってる。絡まってますね。やばいやばい。ちょっとそれ未知なる世界ですね。おいチョコ。うん。どうですか？あ、でも最初はチョコ感あるけど、はい、スープが美味しいからそこで薄まってちょうど良くなるね。うんうん。あ、佐藤さん、はい、食べ過ぎ。あの完食じゃないですか。もう終わっちゃうぐらいの。いや、俺はもうピンクゼウスもらう立場だから。あ、ですよね、食べないとね、はい、2杯食べて。そうか、私も2杯食べないとピンクゼウスもらえないのか。ぱっと見、うん、豚骨ラーメンにちょっと背脂多め、うん、バターって感じ。そうだね、うん、バターあのホワイトチョコレート。ホワイトチョコレート。バターじゃないんですよね。バターじゃない、うん、はい。パッと見そんな感じだよね。ですね。うん、なんか塩豚骨風みたいな。はい。で、バターのせみたいな。いただきます。はい。じゃちょっとスープから。まあ、普通だね。はい。サラサラ。うん。普通の豚骨っぽい。うん。あ、いい香り。うん。うん。塩だね。うん。ちょっと濃厚な塩。そうだ。うん。まろやかになるね。すごいチョコつけてる。子供買ってた。いや、これチョコつけなかったら本当に塩ラーメン、うん、普通のね、うん、うん、うん、ホワイトチョコ好き、はい、でもやっぱりミルクとホワイトチョコレート出るから、はい、クリーミーさは出るね、うん、めっちゃこう普通に出てくるからね、もう。これだってあの誕生日のプレート名前書く時にしか普段は見ませんもん。そうそうそう、はい、しかも結構たっぷり入ってるから。かわいいハート、ちょっとハート書いてみました。ハートハート、バレンタインですからね。そうですね、あ、かわいい。おいしい。よかったです。普通にガツガツ食べた、うん、どうです。おいしいけど、はい、もうお腹いっぱいガツガツに。さあ、ということで、はい、どうですか、これがビックリマン終身名誉 PR 大使館のお知らせですよね。はい、いや、あの最初チョコレートラーメン食べてみたいと思いましたけど、うんうん、甘ったるいんだろうなと かイメージは完全に覆りましたよね、うん、僕も、もう変わりました。もっと、うん、なんかもう全身だからチョコレートですみたいな、はい、チョコレートのスープにラーメンですと思いましたけど、うん、はい、普通っすね。いや、本当に普通で、コクが出るっすね、はい、チョコレートで。え、でも本当に一癖あって、うん、美味しい、うんうん、ちなみに、あれです、あのこのチョコレートラーメン2種類はテイクアウト可能なので。できるんすか。はい、あ、じゃあ一人で両方食べるの恥ずかしいっていう人もいるじゃないですか。はい、やっぱりね、うん、男の人でも、はい、女の人でもそうですけど、うん、テイクアウトできちゃうんですか。はい、なのであのデリバリーはやっていないんですけれども、うん、テイクアウトは可能なので、店舗行って頼んだら持って帰れる。そうです。あ、じゃあ2杯頼んでこのピンクゼウスをゲットしてとか。まあでも、うん、1店舗10枚じゃないですか、はい、テイクアウトもできるって言っても、うん、競争率激しいんですよ。激しい。だからここはでも、はい、それを激戦の中、うん、もらった人見たいですよ。見たいです、うん、だから、はい、もしよかったらね、うん、そのツイッターとかで、はい、ハッシュタグ、うん、ピンクゼウスでツイッター上げてほしいですね、うん、はい、あ、検索したい。あ、で食べてる、はい、その後楽園さんとか、うん、テイクアウトでもいいですけど、うん、食べてるところもね、顔を映らなくてもいいんでね、恥ずかしかったら、うん、注文してますよみたいなとかもあったり、うん、もらったピンクゼウス、うん、あ、もらいましたとかっていうのをね、うん、ツイッターで写真撮ってあげてくれるとね、うん、はい、あの何か当たるわけじゃないんですけど、うん、僕が喜ぶ。はい、だ、佐藤さんがハッシュタグ検索するってことですからね。そう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 、うん、だから皆さんもね、はい、全国だから、うん、じゃあ1位ちゃんと探せれたら、
この里崎チャンネルで1位の方を紹介しましょう。はい、あ、そうですね。すごい。そしてあの見つけたらいいね押しときます。うん、そうそう、いいね、はい、俺もいいね押しときます。はい、だから皆さんね、うん、ぜひゲットされた方は、はい、ハッシュタグピンクゼウスでね、つぶやいてみてください。はい、ということで、はい、今回このお知らせでしたけど、はい、いろいろ説明ありがとうございました。ありがとうございました。した皆さんぜひ店舗へ今すぐどうぞ。はい、ごちそうさまでした。